改めて断るまでもなく、デカメロンはルネサンス初期のイタリア作家ボッカッチョの作品である。ボッカッチョよりも半世紀ほど先に生まれたダンテがより多く13世紀の教養と文化を反映していたとすれば、ボッカッチョは文字通りに輝かしいトレちゃんと14世紀の人間であり、 前期ルネサンスを代表する文人である。ダンテの新曲が中世末期における人間社会の精神的形成の表現であり、精神的生活の記録であるとするなら、デカメロンはルネサンス期のフィレンセ人の誠に人間的な生活の記録であるということができる。前者に神、美、死、哲学、科学、 があれば、後者には欲望物質肉体そして何よりも自由な人間があるデカメロンは当時ペストが消滅を極めたフレンツェの町を逃れ出た10人の人物7人の女性と3人の青年が近郊の別荘に集い各人が毎日1話ずつ10日間にわたって物語を 語り合いこうして語られた合計100の物語からなっている。デカメロンとはギリシャ語に由来する言葉で、十日物語の意味であるとするのが一般の解釈である。デカメロンの数多い物語の中では、神について語られることは少なく、金銭や浴場や肉体について語られることの方がはるかに多い。 これは中世のすぐ後に続くあの時代としては誠に画期的なことと言うべきである。この物語集の大きい価値と特徴は人間を回復したことであり、その欲望と感覚を復権せしめたことであり、愛を神の許したもうたものと宣言したことである。ダンテやゲーテにあっては、肉欲に溺れるものは罪人として地獄に落ちなければならないが、 ボッカッチョにあっては肉体の快楽は人間自然の権利でありそのために友人を裏切り主君を欺くことさえも罪悪とはみなされていないえ例えば第8日第8話本書約では第8日箱の上の舞踏では親しい友人同士の一方が相手の妻と密通したことがきっかけになって 互いの妻を共有し合うようになり、一層幸せに暮らしていく話が語られている。また、第三日第二話は、下船な馬蹄が王様と容姿が似ているのを利用して、深夜王妃をたぶらかして一緒に寝るが、何の咎も受けることなく住んでしまうというおおらかな話である。 バルザックの人間喜劇においては金銭が神であるようにデカメロンにあっては恋愛が神となっているこの間の事情の説明の一助にするためにアイダユージ氏の「ルネッサンス中」の一節を引用させていただこう「ボッカチオ」はデカメロンを書いて人間の性、地位、名誉、権力等への欲望や それを実現するための努力や知恵や術策を積極的に肯定したことで知られる注意しておきたいのはルネサンスは善良でもバカ者は徹底的に軽蔑され罵倒の対象になったということである善良な愚人が邪智の人間によって破滅に導かれたところで人はそれを喝采するだけだ 残酷な人情のようだが実はこのように知恵というより闘争として人間生活を乗り越えていくための基地というものに対する来賛こそ反封建というルネッサンスの本質を示すものなのだ。なぜなら中世こそわけのわからない権威や武力や血縁が支配する世の中である。集団に対し個人が 権威に対し合理主義が、暴力に対し人の知性が勝利を収める世界こそ近代ではなかったかでその意味でアーサー・シモンズがデカメロンを表して道徳的ではないが理性的な書物であると述べているのはけだし正谷をいた言葉と言うべきであるボッカッチョの痛烈な風刺の対象とされることの最も多いのは当時の 僧侶階級である。デカメロンは上昇しつつあった市民階級が封建的中性的特権階級に向けた風刺であったここでは僧侶は神に仕える者としてではなく愚か者として偽善者として劣悪感としてつまりは一般の人間に比して何ら勝るところがなく何の特権も持ちえない存在として描かれている。 本書のあらまし3分の2が僧侶社会の偽善的な堕落した愛欲生活の暴露に当てられているそしてその他は貴族商人学者医者職人農夫騎士等の日常の性生活に触れているデカメロンは異なる地域と時期に由来する思想の十字路に位置する作品であるとも言える ここでは作者が青春時代にナポリその他の貴族たちの中で愛好することを覚えたクルトワジーの名残も感じられるしフィレンツェの新興市民層の中で彼が見分した金銭と成功への執着の繁栄も見られさらには形成期のブルジョワジーのものである狡猾派蓮地賢さ慎重さ等々も見出すことができる。 そこには、犠牲にまで至りつく高潔さがあり、汚い錯誤があり、あらゆる手段に訴えての欲望と本能の充足があるで。このようにあらゆる階層の様々な人物の様々な振る舞いがそこには描かれるが、あそこに共通して見られるのは、 すべての登場人物がそれぞれの地位境遇の相違にもかかわらず一様に現世的な快楽に興奮し生命の歓喜に胸をうずかせている事実であるこの歓喜とそれに伴う笑いこそは新しい時代ルネサンスの時代の人間の歓喜であり笑いだったのである牧花長はブルジュワ牧行期の文人にふさわしいリアルな思考と リアルなものの見方と思っていた。彼はそこら神学的な目を持ってではなく、生身の人間の目を持って対象を捉えた。なさればといって、彼は有物論者でも無神論者でもなかった。彼は霊魂の不滅を信じており、神を信じている。ただ彼は偽善的な僧侶たちの諸説を信じなかったまでで、自ら進んで善を成した人の説く神は、 信じたのであるしかもこの作品を注意深く読めばわかることであるが彼の信仰はすでに近代的であり信仰の自由というものを是認していた気配がある現代の小説に接し慣れた目でデカメロンを読めばその内容形式ともに個室であり不完全と映るのはやむを得ない登場人物には性格が欠如しており心理描写は不十分であり 全体として筋を追うに急であって人物状況ともに類型的である。しかしこれらの欠点にもかかわらず、灰色の中世が滅び、人間が自我に目覚める時代を描き、自我の根底をなす本能の発達たる解放と明るい聡明さをその時代の特徴として認識したという点で、モッカッチョの名は不滅である。19世紀イタリア最大のヒ業家であったデ・サンクティス。 はデカメロンを表してダンテの神曲すなわち神の劇に対する人曲すなわち人間の劇であると述べている本訳書はデカメロン百話中の最も教主に富むと思われる三十話を選んで一本としたものである原文が当時の俗語たるトスカナ語イタリア語の母体となった言葉で書かれているということもあり訳文は 平易明快を心がけたなお本書中の固有名詞地名人名の表記について普遍すれば従来数多くあるデカメロン公約書中のいくつかはイタリア以外の地名人名をもイタリア風に表記しておりそれはそれなりの根拠によるものと思われるがイタリア以外の地の固有名詞をイタリア風に読み表記する習慣も理由も我々にはないので 本ににおいててては原則としし現現地読みに従って表現した。例えばフランスの都市名であるマルセイユはマルセイユとしてイタリア式にマッシリアまたはマルシリアとはせずフランス女性の名前が例えばジョヴァンナと原文ではなっていてもこれはフランスではジャンヌのことであるのでジャンヌと表記してジョヴァンナとはしなかった。 各話に付したタイトルは「幻聴」にはないものであるがフランスの「ガルニゲ版」を参考にしこれを若干訂正して用いたものである1974年初夏役者。